それでは作っていきます。忘れてました。今から型外しをしていきます。普通だったらさ、一晩しっかり冷まさないといけないんだけど、このミニシフォンって本当にすぐ冷えてくれるから、1時間とかそのくらいでもう型外しができるようになるっていう最高のポイントが。それでは外していきます。